市長新潟県長岡市出身東京大学法学部卒業後、自治長に入庁。外事広報課長、地方課長、衆議院議長秘書官、埼玉県財政課長等を歴任。1968年4月、千葉県へ赴任。企画部長を経て、1971年7月には千葉県教育長に就任。 県立高校7校を新設開校したのをはじめ、若塩国体の開催、千葉県立美術館の開館等に尽力。後に、川上則和と千葉県知事の座をめぐって争うが、知事選挙において川上に敗れる。奈良市の文化ホール理事長を歴任後、1981年7月、高専生、第6代の船橋市長に就任した。任期中は、海老川。 長津川の改修による浸水被害対策や船橋市立医療センター、同救急救命センターの開設、ドクターカーシステムを全国で初めて導入するなど、救急医療の先進都市実現のため貢献した。また、スポーツ健康都市をスローガンに、武道センターや船橋アリーナの建設、市立船橋高校の体育化設置など、同市の健康活動促進のため尽力した。 2005年10月25日死去、同年12月に、船橋市民文化ホールにて、船橋思想が行われている。国際交流の分野においても、アメリカ合衆国平和度をはじめ、デンマーク王伝世、中華人民共和国政案との姉妹、友好都市の提携、アンデルセン公園の開設などの成果を挙げた。君山党局日中受賞授与。以後、大倉吉郎賞受賞。 水蔵八段、ありがとうございます。